確かに重要ですよね。これがスニーカーとかダメなんですね。走りやすいジャージというわけではないのよね。女子のレース、予選レースは2レースございます。こちらで2レース戦っていただいて、上位3名が決勝、女子決勝へと進みます。上位レースね、タイムレースになってますので、上位3名、いいタイムが出た3人が決勝へと進出ということになります。さあ、それではですね、女子の個人予選が始まる前に、観戦中の皆様に今一度お願いがございます。白いところ、白い白線までお下がりいただいて応援をよろしくお願いします。このね、道路の中、普段車が通っているこの場所が選手のレース会場レースとなりますので、ぜひね、その中に入らないように、後ろの方から応援をよろしくお願いいたします。さあ、女子の、個人の予選、ここからスターターが変わりました。横浜グランドインターコンチネンタルホテルの鈴木さんです。よろしくお願いします。少々お待ちくださいね。それでは女子の選手を紹介していきたいと思います。まずはですね、ニューオータニイン横浜レストランザ・シーの佐伯美香さん、一生懸命頑張りますということです。なんと3回目の出場、ね、ほぼプロ級でございます。多分ね、これがプレッシャーになりますね。続いていきましょう。横浜ベイホテル東急の吉田彩香さんです。吉田さんは初出場ということで、優勝を狙っているということです。頑張ってください。そして3人目は、横浜グランドインターコンチネンタルホテルラウンジ&バーマリンブルー初出場のバン・キャサリンさんです。あ、ノリノリでございます。さあ、この3名の女性の争いでございます。それでは鈴木さん、お願いいたします。さあ、女子のレースがスタートしました。予選です。あ、いいですね、女性は早いですよ。そうなんです。そしていいレースとなってますね。一歩バンさんが出たのかな。